せに決めて、そこからの皆さん、Sammy's got reach. Come on, stay on the outside. Oh, what the fuck is that? Hands up, hands up. Good, stay on the outside, use your jab. Oh shit. Oh man, you got your test soon. Watch out for rabbit punches! Rabbit punch, 気をつけて! Rabbit punch, 気をつけて! Yeah, get some ice on that shit. 大丈夫ですか？はい、松井さん。でももうすぐプロテストですから、気をつけてね。ありがとうございます。
誰のサインですか、会長。これ井岡弘樹。あ、井岡弘樹は誰？ WA 世界スーパーライキュー。フライ級チャンピオンな、かつてカメラコーキとエキシビションやったね。やりました ね、 あね、あ僕はあのインターネットで見たんだよ。ああ、結構激しい試合でした。あのダウンと思ったけど、でもレフリーはあのスリップいったんですね。そうそうそう、井岡君もなかなか好青年でね、うん、で井岡君と日本ミドル級チャンピオンの大東明ちゃん、世界チャンピオンを持ったね。知りませんでした。うん、そんなことよう夏にヨットで来よったの、うん、今知名度ついたけよう、もな、なかなか時間がない。今、うん、ジムの会長ですか。ジムの会長兼吉本興業な。どこですか、ジムは。ジムは八日ジム、なにわ。あ、そうなんです。大阪なにわ。あ、すごいですね。で、吉本興業のサインね、ああすごいですね、うん、そしてこのサインは僕にあげますか。はい、どうぞ僕は感動した、はい、ありがとうございました。インタビューしたいんです。インタビューしたいんです。自己紹介してくれませんか。本当にですか。はい、松井俊樹、31歳です。なぜボクシングを始めたんですか。自分自身を鍛え直したいからです。あ、どういうふうに。精神面と肉体面といろいろあるんですけど、全てです。あ、例えば、もう女たちともより恥ずかしくなくなりません、なりたいんですか。はい。例えば、はい、彼女をできたいんですか。いや、そういうふうなのではないですね。もういますか。いや、いないです。あ、そうなんですか。はい、そしてもうすぐプロテスト受けますね。はい、じゃあその後で試合はいつに決まるか。あまりはっきりわからないですけど、あ、はい、嫌ですねすぐは嫌ですねあ、そうなんですかそしてあの例えばチャンピオンとかなりたいんですか。そういうこと、さっきその目はでもチャンピオンになりたいんですか。あの年でプロボクスになって。チャンピオンとかではないですね、自分が目指すの。そうなんですか、はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。